damage out. Sick. Luckily for us, we can cheese him with the usual. Might have to stay a little snake for the 1v1s. Carrying the shit out of him. Look at this. See the dookie?今から13年前、楠本充が校舎を飛び降りたのを機に桑名の人生は決定づけられた。彼はいじめの加害生徒らにとって永遠の足かせとなるべく各地で人を殺している。だが沢陽子の死は桑名にとっても事態が予測不能となったことを示していた。何やってんだ、てめえ。顔と身元は抑えさせてもらったよ。これでもうお前らには何の脅威もない。なんだと。今まで好き勝手やってくれた分つけにしといたからさ、すぐ払う時が来る。震えながら待ってな。お迎えが来たよ、間宮さん。またさっきのゲーセンに戻るの？ああ、恨むんなら一人だけ逃げた先生を恨むんだね。東、もう沙織さんたちは呼んでくれたんだよな。おう、一通り説明もしといた。支度ができたらすぐこっち来るってよ。なんか言ってた？白崎先生。桑名の正体やら目的やら教えるたんびにいちいち驚いてくれたぜ。ああ、東さんが調べたわけじゃないのに自分の手柄みたいに言ったわけねえ、八神さん。別にいいって。実際肝心の桑名には逃げられちゃったしな。だからまずは沙織さんからの依頼を片付ける。江原の痴漢事件を全部はっきりさせんだ。間宮さんにご協力いただいてさ。事件の事情聴取ってわけね。じゃあ白崎先生たち来るまでまだ時間あるでしょ。八神さんは一息入れてきたら。ん？そうか。みんな揃ったら電話するよ。ああ、俺もそれで構わねえぞ。そういや東、神室町で何か変わった様子は？ RK の連中はどうしてる？ああ、それなら昨日あたりから妙におとなしいってうちの門が言ってた。頭の相馬と阿久津が偉人町の方に行ってるわけだからな。くそ、あいつら今度戻ってきたらただじゃ済まさねえ。カイトーの兄貴がやられた分は俺がきっちり返してやる。返しってもう極道やめたんじゃなかったっけ？極道として言ってんじゃねえ。人としてやらなきゃならねえけじめだろ。その考え方が極道っぽくない？じゃあ人として取らなきゃならねえ敵討ちだ。うん？いや、モーラルか。全然違う方向に行ってるけど。とにかく俺は極道やめても人間やめたわけじゃねえ。人としての筋を通す。
はいはい、人間そう簡単に変わるもんじゃないね。ん？あれ？源田先生まで？なんだよ、俺にいられちゃ迷惑か？まさか、そんなつもりで言ってませんよ。うちの沙織くんがコケにされたんだ。どんな相手か面を拝んでやろうと思ってな。何なの？こんなに大勢で。お待ちしてました、八神さん。これから例の痴漢事件について間宮さんから真相を伺っていきます。ああ。それと改めて沢先生のことはお気の毒でした。本当に彼女は桑名が RK に追われてるところへ巻き込まれたように思う。でもその追われてる理由がまだよく分かってない。そいつを探るには桑名の行動を振り返ってみる必要がある。ええってことで、まずは例の痴漢事件からだ、間宮さん。さっさと終わらせて。あのさ、ふてくされんのはいいけど、ちゃんと聞くことに答えてよ。江原の痴漢事件は三越葉殺しのアリバイを偽装するためのもんだった。で、桑名はあんたに痴漢被害者を演じさせ、警察から法廷までまんまと出し抜いた。もし間違いがあったら言ってもらえますか？はいはい。電車であなたに痴漢したのは江原さん本人ではなく、その替え玉でした。他にも痴漢をでっち上げるために協力者がいたそうですね。そうよ。その時桑名はどうしてたんだ？偉人町にいたのか、それとも都内の方に？さっきそこのお姉さんが言ってたでしょ、江原さんには替え玉がいたって。うちの先生がまさにその替え玉。桑名が自分で江原の替え玉を？この江原が実は桑名だったわけか。そう、先生と江原さんは体格がほとんど一緒だったし、出なきゃこんなトリック思いつかなかったんじゃない？でも口元の感じとかは全然違うよ。本当にこれ桑名さん？あの口元は作り物。江原さんの顔をスキャンして 3D プリンターで作ったんだって。はあはあ。 3D プリンターってのは？PC 上で作った形のデータを実際に液状の樹脂とかで実体化する機械です。例えば人の顔も PC が形を読み取れば 3D プリンターで精密に再現できます。私もよくは知らないけど、それを使って先生は江原さんになりすましてた。こんなのですよね。ほら、 3D プリンターさえあれば簡単にこういうものが作れてしまうんです。なんだこれ。なるほど、目はサングラスで隠してるし、顎のつなぎはマスクでごまかしてる。いや、すごいですよこれ。むしろ口元がはっきり見えてるもんだから別人だなんて思ってもみませんでした。そりゃあたかが痴漢と思ってたら検察もコロッと騙されちゃいますよ。感心してる場合じゃありません。騙されたのは我々弁護人も同じです。あ、ですよね。桑名が江原の替え玉だったとして、まだいくつか疑問の残る証拠があるな。そうですね、私も同意見です。疑問がある証拠って例えばどれですか？あんたはこれを見てどう思うんだ？やめてよ。なんで目そらす？あんたは
これをアシストするために痴漢の被害者を演じたんだろう。そうだけど、この動画は誰がネットに上げた？先生、最初から江原さんに有罪判決が出たらネット上に公開するって言ってた。それも含めて全部計画通りか。そう、先生はいじめ加害者に甘すぎる方が許せない。それは江原さんも同じ。息子さんの自殺が原因不明で片付けられちゃった人だし、だからあの人たちは今回の計画を立てたの。法廷で証明された痴漢行為を殺人のアリバイにする。しかもその時殺すのは罪に問われなかったいじめ加害者。それでこれ見よがしに罪を逃れてみせたら世間はどう思う？桑名と江原の本当の狙いは法を嘲笑ってやることか。すると彼らの狙いはうまくいってるようですね。法廷は警察まで巻き込んでみっともなく動揺してますから。やっぱり江原は捨て身だったんだな。自分の罪を逃れることは二の次で、法を恥ずかしめるために痴漢の汚名まで着てみせた。ええ、警官だった江原がそこまで思い詰めたんです。息子に死なれたのに誰もその責任を取らず、裁判所も臭いもんに蓋するような判決を出した。だから桑名と一緒に動いた。察するにあまりあるってもんだ。ええ、いいコンビだよね、先生と江原さんは。もう失うものがないから、私たちだけがリスクに怯えて協力させられてる。今もそう。もう終わりにしてくれない？いいかな、これ。何なの？事件前、江原はこのカードを使って池袋の自動改札を通ってる。その時刻が記録されてた。ねえ、10月7日の午前7時43分です。ありがとう、星野君。八神さんのお役に立てて嬉しいです。三越芝の死亡推定時刻は早くても7時半。もし江原が偉人町で三越芝を殺したんなら、その後13分で池袋まで移動しなきゃならない。はっきり言って無理だ。なんだ、そんなこと。ん？そのカードはあらかじめ先生が江原さんに借りて改札を通したの。そして痴漢騒ぎを起こした後、江原さんと入れ替わる時に素早く返した。これでどう？江原さんの手には入場時刻の記録されたそのカードが残るでしょ。改札の入場時刻までアリバイの小道具に？言われてみれば単純なトリックですね。ただそもそも痴漢が殺人のアリバイに利用されるなんて誰も疑いません。ああ、しかも裁判の時はまだ三越芝が殺されたことを誰も知らずにいたからな。やってくれるよ。まだ他に何か？いいかな、これ。何なの、駅の地図？僕らで作った新宿駅の俯瞰図です。よくよく調べてみると、防犯カメラだらけのホームにわずかな死角がありました。前にみんなで検討してたんだ。もし江原が三越芝殺しの犯人で、そのアリバイを駅で偽装してたとする。その場合
江原は自分そっくりの替え玉に痴漢をさせた後、この資格で入れ替わることができたんじゃないかって当たってたかな。参りましたとでも言えばいいの？その通りよ、そっちの勝ち。もう十分でしょ。よく撮れてるよな、この映像。あっそ。この写真であんたの後ろに立ってるのは江原じゃなくて、そのふりをした桑名。ええ、しかも実際には痴漢もしてない。私に先生の指紋つけるわけにいかないから。ふん、妙なとこで苦労してたんだな。私じゃなくて先生がね。この証拠にはまだ説明がついてない。これって警察は江原を捕まえた後、手の付着物を調べてる。で、その微物検査によると江原の手から間宮さんの下着と同一の繊維が出た。ええ、痴漢を替え玉にさせてたなら江原さんは間宮さんに触ってないはずです。なのに江原さんの手には接触を示す証拠が残っていた。おかしいですよね。ここにも何か細工があったのかな。そんなの簡単。私電車に乗る前、ホームの地下で本物の江原さんと会ってたんだから。そこで手にしてた自分の下着を江原さんに触らせたの。微物検査の繊維はその時のもの。あとはその下着を私がトイレで履いたらおしまい。要するに江原さんの手についてた微物は私たちが警察に検出させたってこと。痴漢の動かぬ証拠としてね。法廷じゃみんなそれをありがたがっちゃって笑いをこらえるのが大変だった。だいぶ口が滑らかになってきたじゃん。その調子だよ。ふっ。八神さん、もういいんですか？ああ、十分だと思う。痴漢に限って言えば江原は冤罪。少なくとも検察の並べてる証拠は全部ひっくり返せることが分かった。先日の法廷は意図的に誤審を誘導されてたんです。控訴申し立てに動こうと思います。控訴っていうと痴漢の裁判をやり直すってことですか？ええ、そこで江原や桑名のしてきた行動を暴き、誤った判決を正さなくては。いや、そいつは難しいかもしれんな。どうしたんです、源田先生。何か問題でも？いや、そもそもこの間の裁判は江原本人が有罪になるように仕組んでたんだぞ。依頼人にその気がなきゃ控訴なんて無理だ。弁護人だけがいくら控訴申し立ったって江原がそいつを取り下げちまえばそこまでなんだから。そこは明日にでも江原と話したいですね。けどまずはこっちで揃えた材料に奴がどう反応するかです。そうですね。ではそれはしかるべく明日拘置所で待ち合わせましょう。わかった。じゃあ今夜はもう解散？ああ、みんなお疲れさん。ゆっくり休んでくれ。よう、八神。さっきの間宮優衣ってあの女、返しちまってよかったのかよ。ああ、なんで？そりゃだって何件も桑名ってやつの殺しに協力してたんだろ。殺に突き出すとかしねえのか？けど仕方ないんだよ。仕方ない？実は彼女の言ってた殺しってさ、俺らまだ何も証拠をつかめてないんだ。え？そうなのか？三越芝以外の死体は見つかってないし、彼女を警察に突き出せるだけの証拠は今んとこ何もない。だったらとりあえず家に帰すしかないだろう。杉浦が無事に送り届けてるはずだよ。そうか。じゃあそれはいいとして、
お前はここで何してんだ。みんなもう帰ったのに。なんだよ冷たいな。帰れってこと？用が済んだなら帰れ。お友達じゃねえんだからよ。ああ、そういうこと言うんだ。その代わり手が足りねえならいつでも言えや。最近暇してんだよ俺。お前が頭下げて協力してくれっつんなら考えてやってもいい。お前は頭下げなくても助けてくれるから下げ損になっちゃうよ。ごちそうさん。いやお前、そこはちゃんと頭下げて頼んでけよ。私に控訴を進めに来たと、そう伺いましたが、何か新しい証拠でもあったんですかね。間宮由衣から話を聞きました。あなたは三越芝殺しのアリバイを偽装するためにあえて痴漢の濡れ衣を着た、ですよね。ほう。目的は息子さんの復讐と、大々的にその罪を逃れて法を嘲笑ってやること。おっしゃってる意味が分かりません。江原さん、多分あなたが思っている以上に私たちは事態を把握してます。どう把握されてるんです？先ほど矢上さんが言いました。あなたは無実です。痴漢の事実に関しては私は弁護人として控訴を申し立て、改めてあなたの無罪を主張します。いえ結構ですよ。私は卑劣な痴漢です。検事も裁判官もそう確信して判決を出したんですから。痴漢があった10月7日、あなたは午前6時半ごろ都内にではなく偉人町にいたはずです。いえ、家にいましたよ。そんなわけはありません。ん？息子さんを自殺に追いやった男をあなたは存分に痛めつけたかったはずです。自宅にいたんじゃその機会を逃してしまう。だからやっぱり偉人町にいたんでしょ、江原さん。そして三越芝が家を出てくるのを待ってたんです。桑名の元教え子たちと一緒に。車に引きずり込んだ獲物は偉人町の廃ビルへ連れて行ったんですよね。後に殺害現場になる場所です。三越芝は指の骨をすべて折られていました。彼が敏郎君を死に追いやったことを考えれば理解はできる行動です。きっと一切手を抜かずに三越芝を痛めつけたんでしょう。たっぷりの苦痛と恐怖を味合わせた。そこにあんたがいなかったなんてありえないよ。かけてもいい？それで？続きが聞きたいか？あんたにはもう全部分かりきったことなのに。いや、あんたらの突飛な発想に興味があるんだよ。三越芝を痛めつけたあんたが次にしたのは。これは素晴らしい動画だ。あんたは三越芝の体に自分の痕跡が残らないようにしてその喉をかき切った。死亡推定時刻は10月7日の午前7時半ごろ。血まみれのコートを脱ぎ捨ててあんたは急いで移動を始めた。行く先は間宮由衣の待つ池袋駅。どうかな。私は7時半過ぎにはもう池袋にいた。偉人町で三越芝を殺すのは時間的に不可能だよ。池袋で防犯カメラに映っていたのはあんたそっくりの替え玉だ。その正体は偉人町の便利屋で桑名仁。もしかしたらあんたには別の名前を言ってたかな。元高校教師の
北方優って。あいつはどっちの名前をあんたに言ってた？誰のことを言ってるのかわからない。桑名が駅の防犯カメラに映ってる間、あんたはまず池袋で間宮ゆいと会った。そこで彼女の用意してた下着に触れた。その時手についた微物は後々痴漢の証拠として警察に検出される。そしてあんたは一足先に電車で新宿駅、その後間宮ゆいと桑名が痴漢騒ぎを演じながら新宿駅に到着。電車から飛び出した桑名を間宮ゆいが走って追いかける。そしてあんたは何台も防犯カメラがある駅のわずかな死角で自分と同じ姿をしている桑名を待ち構えていた。改札を通した IC カードはここで桑名からあんたに渡される。午前7時43分に池袋に至って物証の一つだ。そうやって同じ姿をした二人は瞬時に入れ替わった。でも人混みの中、周りの通勤客は気にも留めない。だからきっと間宮ゆいが周りに助けを求めたのはあんたらが入れ替わった後のはずだよ。その先はテレビで何度も流された通り、大勢の前であんたは痴漢として取り押さえられた。現役警察官が痴漢で逮捕、往生際悪く捕まる姿は世論の怒りを買いました。結果初犯であるにもかかわらず実刑判決。誰もが卑劣な痴漢に妥当な制裁であると感じていました。弁護人である私でさえもです。もっと自信を持ってくださいよ、城崎先生。検事や裁判官、あなたのような先生方が何人も知恵を寄せ合った法廷で私は有罪になったんです。疑う余地はありません。私も敏郎にいじめはなかったとする判決を受け入れましたよ。法廷の下した決定には従うほかない。そうでしょう？ねえ、そうでしょうが。あんたの言いたいことはわかる。法廷が果たせなかった正義を自分で果たしたってことだよな。息子がされてきたことを誰もがなかったことにしようとした。学校もそこの教師も法廷もみんなあいつが死んだ理由に取り合わなかった。そこへ桑名が来た。実は敏郎君はやっぱりいじめを受けてましたと。でもそう吹き込まれただけであんたは桑名と共感し御子柴を殺したのか。彼は生きてるうちに指を全部折られていた。なんでそこまでの殺意が持てた？どうなんですか、江原さん。沢先生からいじめの事実を知らされた。敏郎君がそのことを打ち明けたのは先生にだけだった。あんたは彼女からそれを聞かされたのか？そういうの当たらずとも遠からずって言うんだろうな。え？彼女は私と学校の裁判が終わった後、いじめがあったことを昔の恩師にだけは電話で告白していた。それが録音されてるとも知らずに。何？桑名さんがその音声を私に聞かせてくれた。沢先生が敏郎の担任や弁護士に口止めされてたこともそこで知った。それは裁判中私がずっと欲しかった敏郎へのいじめの証拠だ。沢先生の言葉でやっと私はあいつがどれだけ追い詰められていたかが分かった。他にいじめの証拠になるものはなかったんでしょうか？例えば、
敏郎くんの日記とか。何もなかった。敏郎は私にも妻にもいじめのことは一切相談しなかった。多分私のせいで。どういうことです？あいつは中学の時にもいじめに遭っていたんだ。筆箱を捨てられたとか、教科書を隠されたとか。そしてそれを聞いた私は、お前が弱いからだ、もっとしっかりしろと叱りつけた。そうするべきじゃなかった。ああ、あいつが自分の受けた屈辱を私たちへ言うまでにどれだけの勇気がいったか。恥ずかしいと思ったはずだ。それでも助けを求めた行動、私は何よりもまず認めなきゃならなかった。よく打ち明けたと褒めるべきだった。なのに私は突き放してしまったんだ。そして敏郎はもう二度と私たちに弱みを見せようとはしなかった。どんなに辛くてもだよ。わざわざ横浜の私立に入ったのも私と暮らすのが嫌だったからだろう。なのにその清涼高校であいつは。だからあんたは御子柴に迷いなく殺意を向けた。さあな。桑名は沢先生との電話をあんたに聞かせたんだったな。あいつが現れたのはその時が初めて。なあ、彼は息子のために復讐をしないかと持ちかけてきた。警察官の制服を着ていたこの私にだ。大胆なやつだよ。でも今は感謝しかない。彼はこれまで他にも御子柴のような連中を何人も始末してきたと言ってた。そしていじめで子供を亡くした遺族に復讐を進めてきたそうだ。いじめっ子で済まされてしまった罪人に正しく制裁が加えられるべきだと言ってな。そのさじ加減を誰かが勝手に決めた先にあるのは法の機能しない世界です。法が万人に公平でなければ誰も従わなくなります。腕力や財力、そういう力の有無に左右されないからこそ法は力の弱い者も救えるんです。なら罪を逃れて笑う者を法が罰してくれなかった時はどうしたらいい。法で裁けない者を見過ごすのは法で守れない者を見捨てるということだ。人を罰するにはそれに足る証拠がいるんです。桑名さんに復讐を勧められた人の中にはやはり許されないことだと拒む人もいたようでね。ただそんな場合でも桑名さんの情報が警察に告げられたことは一度もない。それがどういうことかわかるか。復讐という選択をするしないにかかわらず、桑名さんの勧め自体はみんな理解できる話なんだよ。なのに法ってやつは不公平だし不完全で。違うか？違わないよ。でも公平であろうとみんな努力してる。完全を目指して法律も変わり続けてる。それじゃ遅すぎるんだよ。敏郎は殺されたも同然だった。なのに御子柴弘は野放しにされてる。教師になろうと教育実習まで受けてたんだぞ。あんな人間が馬鹿げてる。法律が公平になるのを待ってたら私は老いぼれて死ぬだけだ。敏郎のために御子柴がのうのうと生きてる社会は見過ごせない。なら私が手を汚す以外にどんな方法があった？私がやるしかなかったんだ。矢上さん、今の
初めて三越葉殺しを認めましたね、江原さん。無能な警察に引き換え、よく調べたよ、あんたたちは。桑名さんの計画した仕掛けは上々だった。それがこんなに早くバレるとはな。運が良かったんだ。間宮ユイには桑名に握られてた弱みがあった。あれが見つかってなきゃ彼女を喋らすことはできなかった。何の話だ。いやあんたに教える義理はないよ、江原さん。このままだとあなたは痴漢として刑務所に送られることになります。もちろんだ。それが狙いなんだから。有罪が確定して私は痴漢として罰せられる。そうなった後は警察や検事も自分たちからそれが誤りだったとは言い出せない。もしその後私が三越葉を殺してやったと騒ぎ立ててもな。あなたは出所後に殺人を自白するつもりなんですか。三越葉を殺す私の動画はもうみんな見たはずだ。もちろんあれは本物だよ。なのに検察や警察でさえあれをフェイク動画だと言ってくれてる。きっと私が自白したところで見て見ぬふりだ。まさかそんな。いや、あり得る話かもな。ただ連中がどう反応しようがあんたは構わない。そうやって法をコケにしたいだけなんだろう。敏郎君の件をなかったことにした法をさ。あんたはだいぶ分かってきたようだな、八神さん。検察が三越葉殺しで私を調べるならまず痴漢に下した罰を撤回しなきゃ筋が通らない。しかしそれは法廷が犯罪者にまんまと騙された事実を大々的に認めるということだ。だから誰もが三越葉殺しの犯人を知りながらその罪を裁けず直視すらできない。そんな状況になったら最高じゃないか。あんたの気持ちもわからなくはない。そうやって越に行って喋りたくなるのもな。ん？けど今回の件であんたらは虎の尾を踏んだらしい。虎の尾？神室町の半グレたちを誰かが裏から動かしてる。その誰かっていうのが虎だよ。そいつがあんたと組んでる桑名のことを捕まえようとしてる。そして沢先生が巻き込まれた。拘置所でも新聞くらい読めんだろ。知らないか。沢先生は半グレに自宅へ押し込まれて殺されたんだ。桑名の巻き添えになって。彼女が殺されたのは知っている。でもそのいきさつを聞いたのは今が初めてだ。神室町の半グレって RK か。ああ、ただ奴らが桑名を追ってる理由はまだ分かってない。あんたはどう思う？分かるわけがない。もしかしたらあんたらの危ないゲームが彼女を巻き込んだんじゃないのか。何？人を殺して罪を逃れるっていうのはそういうことだよ。そいつを取り繕った嘘がいつかどこかに大きな歪みを生む。そして考えもしなかったことが起きる。桑名はあんたも言ってたように三越葉以外の殺しも繰り返してきた。そのことが怒った虎を呼び寄せたのかも。そしてもしその代償を沢先生が身代わりに払わされたんだとしたら、あんたらの復讐こそ不公平じゃなかったか。彼女は法廷で嘘の証言をした。敏郎へのいじめはなかったと嘘をついた。それは証拠もなく未成年の三越葉を名指しできなかったからだ。確かに彼女もその時の証言が正しかったかどうかずっと迷ってた。でも
だから殺されても仕方なかったと。あんたが敏郎君のためにしたように俺も沢先生の死をはっきりさせる。どうやって？あんたや桑名のやったこと、その全てを公にするってことだ。それにはまず痴漢裁判を控訴して真実を正す必要がある。間宮結衣への痴漢について、江原さん、あなたは無実です。先の法廷では十分な審理がされてませんでした。あなたの無罪を主張するために改めて控訴させてください。それで私に何の得がある？また法廷をコケにできるよ。どうせ無所に入ったら半年も暇なんだろ。わかった、好きにしたらいい。ただし。何です？私は法廷で三越場殺しを認める気はない。そんな状況でも控訴なんてできるのか？それはやってみなきゃわからない。行こう、沙織さん。依頼人は控訴しても構わないと言ってる。そうと決まったらすぐに動かなきゃ。ええ、そうですね。八神さん、沢先生を殺したのは私じゃない。虎の尾を踏んだからといって私が彼女を死なせたことにはならないはずだ。その理屈だと敏郎君を殺したのも三越芝じゃないってことになる。あんたはそれを認められんのか？あんたのこと、桑名のこと、沢先生がなんで死ななきゃならなかったのか、全部俺らが暴き出す。彼女のためにできるのはもうそれしかないんだ。八神さん、源田先生にこれからのことを報告します。どうぞ事務所の方へいらしてください。ああ。なるほど。じゃあ江原は三越場殺しを認めたんだな。非公式にですけど、復讐は桑名から持ちかけられたとも言ってました。これで随分はっきりしてきたね。ええ、なので早速痴漢裁判の控訴を申し立てます。よろしいですね、源田先生。源田先生、痴漢と三越場殺しは両方合わせて一つの事件だ。痴漢の無実を主張するには江原の三越場殺しを立証しなきゃなんね。だが今のところその証拠はない。だよな。江原さんの殺人動画があります。検察はそいつを出所不明のフェイク動画だと言ってる。警察も同じ言い分だ。それは彼らが勝手にそう言ってるだけです。実際には江原さんの痴漢を示す証拠の方がフェイクだったんです。少なくとも間宮結衣たちの協力があればあの痴漢事件を捏造できたと主張できます。裁判所は控訴の申し立てを受けてくれると思うか？先生は無理だとおっしゃるんですか？無理とは言わん。ただ肝心の江原は法廷で三越場殺しを認めないってんだろう。なら控訴したところで勝ち目はどうだ。決定的な新証拠もなく一審の判決にケチつけるだけの結果になりかねん。はあ、それだと沙織君の将来に差し障るんじゃねえか？はっきり言って、私は随分見くびられていたものだと、そう感じています。何？沙織さん、もしかして怒ってます？ええ、残念ながら。ですよね。いいですか先生、江原や桑名は司法のそういうしがらみにつけ入って今回の計画を立てたんです。バカにされたとは思いませんか？我々が検察や裁判所に忖度なんてしたら、それこそ向こうの思うツボです。弁護士が法と向き合うとき、
自身の保身を気にしてどうするんですか。ああ、確かにそうだ。そうなんだがよ。それに私は第一審で江原の無実を弁護しているとき、実際のところその主張を信じていませんでした。弁護する人間を信じもせずに法廷に立った自分を苦く感じていました。沙織さん、江原はそのことを見透かしていたはずです。きっと法の建前に縛られている私たちの姿をバカにしていたでしょう。それを私は見返してやらずにはいられないんです。お前の意見はどう思うんだ、八神。全部沙織さんに従いましょう。俺も江原や桑名の行動を理解はできますが、見過ごすことはできません。そうか、お前もその気になってんだな。ええ、ただ俺の動機は沙織さんより少し不純かも。どういうことだ。三越場殺しとアリバイ偽装の痴漢、それを裏で糸引いてたのは姿を消している桑名です。奴を暗がりから引きずり出すには人目のあるところで光を当てる必要がある。だったら江原の控訴審はその絶好の場所になります。お前の目的は江原じゃなくて桑名なのか。確かに江原の件を検証すれば自然とこれまでの桑名さんの行動も浮かび上がってきます。そして桑名を引っ張り出せれば、それを追う RK とその黒幕も動くはずです。 RK の相馬は沢先生が知りすぎていたと言ってました。つまり黒幕には人を殺してまで守りたい秘密があるってことです。そいつを掴まない限り沢先生が浮かばれることはない。俺らが彼女のためにできるのはもうその黒幕に報いを受けさせることだけです。分かったよ。なるほどな。もうとっくに引き返すって選択肢はなかったわけか。源田先生、どうやら俺はすっかり平和ボケしてたらしい。まあそれに若者たちの成長は甘く見てたな。すみません、先生に向かって生意気な口を聞きました。いや、そりゃこっちのセリフだ、沙織君。よし、ここまで言われちゃ腹決めるしかねえやな。もう諸君を止めるものは何もない。存分にやってくれ。はい。もしもし。八神氏、まだ神室町においでですかな。ああ、どうした。 RK が偉人町で数を増やし続けているんです。なんだか異様な空気ですぞ。そうなのか。それでどうも相馬や阿久津といった幹部たちがまだこちらにいるのではないかと思うのですが。どうかな。俺が相馬ならもう偉人町は出てるだろうけどな。沢先生の件で警察に手配されてるだろうし。なるほど、確かに。まあこっちもちょうど一段落ついたとこなんだ。これから偉人町に戻るよ。杉浦も借りたままだし、つくもにも情報を共有しときたいしな。了解です。ではお待ちしてますぞ。そうでしたか。なるほど、だいぶ見えてきましたね。うん、桑名さんじゃなくて北方先生か。その教え子たちが江原の三越場殺しをサポートしてたってことだけど、でもそれだけじゃまだ説明のつかないとこがあるかな。と言いますと？ RK がなんでしつこく桑名さんを追ってるのかだよね、八神さん。ああ、そこに沢先生が殺されなきゃならなかった理由もある。
もともと RK は偉人町に来る前、河合信也を探してた。ところが河合が殺されたらしいと分かると、なぜか急に探す相手を桑名に変えた。奴らの目的は何なんだ。考えて答えが出る問題じゃないのかもしれませんね。それこそ RK のメンバーから聞き出せないでしょうか。偉人町で数を増やしているようですし。ただ末端の連中に聞いてもろくな情報持ってないからな、あいつら。阿久津か相馬がいれば別なんだろうけど。そうですな。ふん、ここでじっとしてても始まらないか。ちょっと街に出てみるよ。うちはフットワーク軽いのだけが取り柄なもんでさ。またまたご謙遜を。ええ、八神氏にそう言われては僕らの立つ瀬がありませんぞ。もしもし、白崎です。八神さん、今大丈夫ですか？ああ、どうかした？江原さんとの接見を思い返していたんですが、ちょっと引っかかる言葉があったんです。それで八神さんのご意見を伺いたくて。引っかかる言葉って？桑名は江原さん以外のいじめ被害者にも復讐を進めてきたと。そして江原さんは続けてこう言っていました。復讐を拒んだ人もいたけど、警察に告げた人は誰もいないと。うん、それで？桑名が最初に殺したいじめ加害者は自分の教え子だった河合信也ですよね。そのいじめを苦に楠本充君が飛び降りて今も昏睡状態にあります。だったら桑名はその親にも復讐を持ちかけたんじゃないでしょうか。楠本充の親？それで言うと確か楠本玲子だっけ。彼女は厚生労働省の事務次官です。それがもし過去に河合への復讐を持ちかけられ加担していたとしたら、今になってそのことを人に知られたくないでしょう。そこで桑名の口を塞ぐために RK を動かしたとは考えられませんか。 RK にはおそらく誰か黒幕がいるということでしたよね。じゃあそれが楠本玲子。事務次官ともなれば半グレを動かせるのでは。一応筋は通るように思います。ああ、彼女のことは前につくもも調べてくれてた。ああ、すぐに話してみるよ。やったな沙織さん、 RK の黒幕が見つかったかも。八神さんにそう言ってもらえて自信が出てきました。ああ、それじゃあ何か分かったら連絡する。八神さん、もう帰ってきたんだ。てっきりどこぞで夜までお楽しみかと思ってましたぞ。今からここで楽しむつもりだよ。また楠本玲子のことを調べてほしいんだ。彼女が RK の黒幕だったかもしれない。え？つくも、こないだ見せてくれた楠本玲子の写真また出してくれるか。ほら、こちらを見てくだされ八神氏。楠本玲子が功労次官になったのは今年に入ってからですね。まだ1年経っていません。今も評判はいいみたいだな。少なくとも彼女を悪く書いた記事は見当たらないようです。組織のしがらみにとらわれない省内改革、天下り企業にも厳しいメスって大活躍みたいだね。事務次官って官僚の一番偉い人でしょ。ああ、そんな人が過去に息子の復讐をしてたとして
そのことを知っている桑名の口を塞ぎたがってる。そういう事情だったら何かのつてで RK を動かすかも。何かのつてでというあたりがやや雑ではありませんか。うん、ただ RK は桑名さんを探しながら沢先生を、その、ああ、沢先生を殺して俺のことも殺そうとした。普通いくらヤバい組織でもそんな簡単に殺しなんてしない。リスクが高すぎる。でもそこに黒幕がいて大きな後ろ盾になってるなら話は別だ。例えばそれが事務次官ってことなら腑には落ちる。ネット覗いてるだけじゃ何とも言えないね。やっぱり本人に直撃するしかないんじゃない、いつもみたいにさ。かもな。しかしそう簡単に会えるものなんでしょうか。楠本満は今も意識不明でいるんだったよな。ええ、どこかで入院してるならそこを張り込むって手はある。なるほど、それありだね。ん、おやおや、これはなんだよ。ネットに速報が。沢先生の殺害犯を手配とあります。で、ニュースでもやってますね。手配された犯人は私立高校の教員沢陽子さんが自宅マンションで殺害された事件で、神奈川県警は自称便利屋の北方優容疑者を指名手配しています。なんで桑名が。容疑者は以前、犯人は RK の相馬でしょ。事件の前後、現場周辺の防犯カメラに姿が映っていました。また10年以上前から偽名を使用していたとみられ、警察は沢さんと何らかのトラブルがあったとみて行方を追っています。矢上氏、桑名さんが防犯カメラに映っていたのならそこには RK の連中も同じく映っていたはずですよね。ああ、そうだと思う。もっと言えば俺もどっかしら防犯カメラで撮られてたはずだ。なのに警察は桑名だけを指名手配してる。なんでだ。よし、聞いてみよう。誰に。県警の渡辺刑事、三越場殺しも担当してる。おう、探偵さんか。どうも。桑名が沢先生を殺したって何か証拠でも出たんですか、鍋さん。ニュースは見たんだろ。桑名は現場近くの防犯映像に映ってたし、被害者とは窮地の中、おまけにずっと偽名を使ってた不審者だ。俺は沢先生が相馬にアイスピック突きつけられてんのを見てます。現場には RK の足跡もたくさんあった。なのに桑名が犯人ですか。捜査本部はそう言ってる。俺に噛みついたって何も出てこねえぞ。何があったんです。また上からの圧力ですか。桑名だって重要参考人だろうが、それに組織には組織なりのやり方がある。お気楽な探偵は引っ込んでろ。だいぶイライラが溜まってるみたいじゃないですか。そっちは今どこです。あ、会って話せませんか。同僚に言えない愚痴とかも聞きますけど。鍋さん、お前に会ったとこで話せることは何もねえ。切られちゃったよ。矢上氏、今電話してた相手の周辺の音を拾わせていただいてました。幸い賑やかだったもので、鍋さんの位置がつかめましたぞ。え、本当かよ。中華街のメインストリートですね。すぐに向かえばきっと見つけられます。でも会いに行ったからって話聞いてくれる？なんて考えてるうちに鍋さんはどっか行っちゃうよ。さすがフットワークの矢上探偵事務所。かなわないね。矢上、お前何やってんだこんなとこで。あ、鍋さん、それとそちらは確か桜井だよ。そうでしたね。お前ここにいるのは偶然じゃねえだろ。鼻の利く仲間がいるんです。で、そいつらも俺も今回の警察の動きには嫌な匂いを感じてる。なんだと。沢先生の件で
警察が RK を追わないのは何でです？それとも俺が知らないだけでもう調べ終わったんですか？こんなとこで話せることじゃねえ。なっ、おいこら。警察が真っ当に機能しているか怪しいんだ。おとなしく言うことを聞く義理はないよ。なんだと。桜井、俺はちょっと便所だ。先に署へ戻ってろ。え？お前も来るだろ、八神。そろそろ小便したい時間のはずだ。ええ、言われてみればそうですね。ついてこい。くそ、何なんだよ。えらくロマンチックなところまで連れてくるんですね。ああ、クソみてえな話をしなきゃなんねんだ。景色くらいは良くなきゃな。県警は沢先生の件、本気で桑名が犯人だと考えてるんですか？遊び半分で指名手配なんかしねえよ。札も出てる。桑名一人だけに。その本名は北方優。ずっと偽名でいた挙句、事件のあった時刻、昔の教え子の殺害現場に来てた。俺の目から見ても十分怪しい野郎だね。 RK の相馬はどうです？あいつだって周辺の防犯カメラに映ってたはずです。先生のマンションに入ってくとことか。映ってなかったよ。ふん、なバカな。いや、言い方が悪かった。現場周辺で RK を捉えた防犯映像は残ってない。何ですそれ。三越場殺しが起きて以来、警察の上の連中はとにかく政治ってやつにかまけてやがってな。警視庁とどっちが江原を取り調べるか手柄取り合ってる頃までは俺もまだ理解できた。だが殺人動画が出てからはガタガタだ。今回の沢先生の件についちゃもう訳がわからねえ。上にいる誰かは本気で何か事件の真相を隠そうとしてる。隠せるつもりでいる。このご時世にだ。何の話です？警察が組織ぐるみで何か隠してると。まず沢先生が殺された現場周辺の防犯映像だが、押収後に警察内部の誰かが消した。 RK の連中が映ってたであろう部分のデータがどこにも見つからない。防犯映像消した？ああ、残ってたのは桑名がマンションを出ていく姿だけだ。お前が映ってた部分も消されてたよ。事件の前後、防犯映像に映ってた不審者は桑名一人だ。誰が防犯映像を消したんだ？誰ならそんな真似ができる。お前も手引け、八神。三越場の件も沢先生の件も追うだけ無駄だ。おまけに多分こいつは最悪のケースだが、桑名はこの先事故に遭うぞ。何？見つかったが最後、うっかり何かの弾みで警官たちに殺される。暴れたところを取り押さえたら死んじゃいましたとかな。どうも警察の上にいる誰かは桑名に消えてもらいたいらしい。あんた本気で言ってんのか？桑名は何かでかい力にロックオンされてる。だが消されると予想がついても止めようがねえ。俺はもう他の事件を追うよ。お前も組織の一員になりゃわかる。自分の身内がどうしようもなく腐ってたら見ないふりするしかねえだろ。俺はさ、もっと分かりやすい悪党を捕まえて真っ当な刑事でいたいんだよ。ざけんな！臭いもんに蓋をして身内以外の悪党にだけ正義面で説教垂れんのか！あんたそれでも刑事かよ！てめえ、誰に向かって口聞いてんだこの野郎！まだ話は終わってねえだろ、鍋さん。防犯映像を消すことができんのは誰だ？うっかり桑名を殺させたいのは誰なんだ？そいつを知って
お前に何ができんだ、エボ探偵。手を引け、ヤガミ。お前のためにも言ってんだ。俺のためなら手を引くなと言ってほしいね。もううんざりなんだよ、バカ野郎が。Who the fuck is he talking to like that? Welcome back to Lost Judgment. You sat through a lot of crazy shit in the story, by the way. So this is probably 45 minutes into this. It's gonna be like a 2-hour episode. I looked at this. It's one episode per chapter. So we have 4 more chapters or 3 more chapters after this. That last chapter is gonna be like 3 hours. I'm telling y'all right now, the finale is gonna be long as fuck. Okay? Appreciate y'all. Try to be consistent across this, all the series with the Japanese voices. That's the only reason. Let's get it! Alright, just keep throwing them. Hey, he's too strong for Greg. Bro's too strong for grabs. I don't like it. Man. Have the warrior extract. Jeez. And y'all already know what else we gonna have. Get a little drunk. This damage output is nuts. This damage output is insane. Y'all seeing this? Are y'all seeing this shit? That is insane damage output. Sick. Luckily for us, we can cheese him with the usual. I'm gonna have to stay with Snake for the 1v1s. Carrying the shit out of him. Look at this. Is he the dude? My God, what? Just so you know, when the QTEs come up, each symbol has a tick mark that points in this direction. I keep mistaking that for the button you're supposed to push. I'm supposed to push the left stick down, but it has left stick and then there's a tick mark to the right, so I push it to the right. That's an instant death, bro? Pussy. Kara demo kina. I did it. I was doing it all day, like 2 chapters ago. Just in case you mess this up, prepare yourself. Take that extract. Load up. Have a little beverage. Cheesing the shit out of this guy.
almost get him. Got his ass.沢先生は鍵閉めてたドアを破られて自宅に押し入られました。そこへ入ってったのが RK の相馬です。アイスピックを突きつけられて怖かったんでしょう。俺が彼女を見つけた時、開きっぱなしの目には涙が溜まっていました。なのに警察は相馬を追わずに桑名を追ってる。そこの刑事は違う犯人だと分かってるのに、どうしようもないことだという。なら俺が彼女に代わって声を上げ続けます。それを止めに来るやつが真犯人とその黒幕だ。なるほど、そうかも。でももしその黒幕に心当たりがあんなら、事前に聞いておきたいんですけどね、鍋さん。警察の中に誰か桑名を殺したい奴がいるわけですか？沢先生の件を調べ始めるとすぐ県警の上から犯人はこいつだと資料が降りてきた。それはお前が名指しした相馬の資料じゃなかった。通称便利屋の桑名、北方優の資料だった。おかしいよな。事件直後、現場にいる俺らよりも先にお偉いさんたちが犯人分かっちまったってんだからよ。その北方の情報は誰から？俺は知らん。ただ公安筋の情報とだけ説明があった。警察庁のな。公安？沢先生の件をなんで公安が？どうも連中のお目当てはカムロ町の半グレ、 RK の犯罪者ネットワークらしい。東上会ってヤクザが解散して犯罪者たちがどんどん地下に潜ってるだろう。で、公安としちゃそいつらの動向を把握するには RK を捕まえるより泳がせて監視し続ける方がいい。どうせ悪党なんていくら捕まえたってすぐ次のが出てくるんだからな。公安は RK を潰したくないってこと？だから沢先生の事件に目をつぶるっていうのか？もしたった一件の殺しで RK を一網打尽にしたら、また新しい情報源を見つけなきゃならんからな。あくまで公安の立場で言えばだ。バカな。もちろん大ピラにそう言ってるわけじゃねえ。公安によると沢先生を殺したのが RK でないことは確かだとさ。は？なんだよそれ。その根拠は？ないんだよ、それが。おまけに RK の相馬ってのを警視庁に問い合わせたが、何の記録も出てこねえ。前科も戸籍も写真の一枚さえもな。つまりどういうこと？相馬和樹って男は記録上存在しないってことだ。それが元々なのか誰かに隠蔽されたもんかはわからねえ。代わりに公安は桑名の資料をすぐに一式揃えて送りつけてきやがった。そしてそいつが沢先生を殺した星だと上に号令をかけさせた。そんな理屈が通るのかよ。要するに桑名は RK の身代わりだ。公安は沢先生の件をそれで幕引きにしたいとなると、あとは桑名さえ黙っててくれりゃ帳尻を合わせられる。あんたはだから桑名が事故に遭うって？ああ、臭いもんは全部水に流しゃ蓋を閉める必要もなくなる。公安って
具体的には誰なんだ？そいつの名前は？あいにくそこまで知らせてもらっちゃいない。俺はお前が考えているよりずっと下っ端なんだよ。はい、渡辺。え？偉人町でか？ん？そうか、分かった。また何かあったら電話してくれ。桑名が現れた。偉人町でさっき目撃情報ありだ。あいつがこっちに戻ってきてる。まだ裏は取れてねえかな。場所は？福徳町。コミジュルって連中がいるコリアンタウンだ。今警察が向かってる。コミジュル？韓国語で蜘蛛の巣って意味だと。見たことねえか、建て増しした廃墟みてえなやつ。そこに桑名がいたって俺から聞いたって誰にも言わねえよな。そんなに暇じゃないよ。このままだと桑名は事故に遭う可能性があるんだろ。だからあんたは俺に奴の居場所を教えてくれた。あいつに会えたら言ってやれ。お前を狙ってんのは天下の公安だってな。矢上氏、つくもです。偉人町に桑名さんが現れたそうですぞ。ああ、コミジュルだろ。今向かってるとこだ。おお、さすがですな。というわけで、すでに警察がコミジュル一帯を封鎖し始めています。マジか。包囲してから徐々に網を狭めて桑名さんを捕まえるつもりでしょう。矢上氏、どうされます？そいつを手配してるのは公安らしい。で、鍋さんによると桑名が捕まったら何か事故が起きる。事故？とにかく警察より先に桑名を見つけたい。つくも、あいつのとこまでナビ頼めるか？わかりました。では矢上氏はそのままコミジュルに向かってくだされ。僕は周辺の状況を確認してみます。あ、杉浦氏も派遣しますので。わかった。よろしく。こちらつくもです。矢上氏どうぞ。ああ、多分コミジュルの前に着いた。ええ。こちらドローンから見ておりますぞ。警察が道を塞いでる。どっか。コミジュルに入れるルートは？ご安心を。侵入ルートの調べはついてますぞ。ここは慎重に行こう。さすがだな。で、どうすればいい？バリケードの手前、白い車が止まっているのが見えますかな？ああ、あれか。車の脇にかろうじて人が通れる隙間があります。そこから中に入れますぞ。窮屈かもしれませんが、矢上氏の身のこなしをもってすれば問題ありますまい。了解。けどさすがに人目が気になるな。それについてはお任せを。いたぞ、こっちだ。How to throw these. Waste.
we going that way? I almost messed that all up. That's a weird way for them to do that. We could have just walked behind him when he turned around. I don't feel like I needed to waste a coin there, but the game wouldn't let me move. Hey man, go check it out, man. Tsukumo. ここからどこに行けばいい？工事用のフェンスに囲まれた奥がコミジルのようです。ドアが一箇所設置されているので、そこから中に入ってくだされ。あれはあれって、お誰かな。トゥッ、あれって A fat finger? I didn't fat finger, that was stupid. Shut your...You can only throw coins. You can only throw coins if they prompt you to. So right now I want to throw one back there because I saw, you know, a collectible or something in this corner. I know we could go in that corner. Nah, I didn't know how long he was gonna...I'm still wearing the SP booster, but you see, we lose 45% of our attack power by wearing this stuff. Let me show you what we got, the skills. I mean, we're pretty far, but we still kind of have a long way to go. I mean, this is right here. This is what, 140? I mean, you know, it's a lot. The hug bomb method that worked on the first, I think it was the first judgment,is basically, it's a no-go on this one. You cannot find Omega Hug Bombs for sale. And then when you can, there are limited quantities, you know what I'm saying? So like on the other game, we was able to basically farm and keep buying Omega Hug Bombs over and over and over. On this one, they made sure you can't do that. So you can get regular Hug Bombs, but it's not worth it because you can only hold three at a time. And they're worth 300 SP each. You'd have to keep going in the store and buying them over and over and over. It's kind of annoying. So, you have to fight with SP gear on and then eat food that buffs your... I really forgot how you do this. I legit do not. つくも、応援頼めるか。お任せくだされ。いたぞ、こっちだ。そういう。Yeah, I forgot how to throw the smoke bomb.
つくも、引き続きナビを頼む。それと、桑名を見つけたらすぐに教えてくれ。あれ？おかしいな。もしもし。Do this shit the whole way. In that security back here, we can just run right up. We've been here before, I don't know if y'all remember. We're definitely here when we played the first Like a Dragon. Shitagata sensei, dogo desu ka? Oi, dogo da tsutte nda? Dekei koe dasu nja ne? Wazaza kochi no basho oshien na?黙って探せってか。でも広すぎんだろうが。しし杉浦、つくもくんが言わなかった。僕がフォローに行くよって。ああそうだった。八神さん、ここに来てる人たち RK だよ。じゃあRK が警察より先に桑名を見つけたってことか。うん、ちょっと違う。さっき RK の奴らを警官がここに通してたみたい。どういうことかよく分かんなかったんだけど、見間違いかな。いや、多分見間違いじゃないよ。警察の一部が RK とグルになってるらしい。なんで？桑名を事故に遭わせるために。警察の上の方の誰かが桑名に消えてもらいたがってんだってさ。どういうこと？なんかすごい状況なんだけど。それとにかく警察や RK より先に桑名を見つけたい。あいつの居場所はわかるか？わかんない。っていうか、なんで桑名さんコミジュルに来てるの？誰か知り合いでもいんのかな？とりあえずこの建物の中をもう少し上まで進んでみるか。 RK じゃなくてコミジュルの人たちもいるんだろ。その人たちに聞けば桑名の居場所がわかるかも。 OK、 じゃあ RK の連中には気づかれないように。Alright, I'm gonna chill out, but I definitely want to beat their asses though. Yagami-san, RK の奴ら結構うろうろしてるよ。ああ、でもあれだけ探してるってことは、桑名の手がかりは掴んでないんじゃないかな。なるほど。んじゃ、なるべく先回りしないとね。他に行けるところもなさそうだし、あの階段を登ろうか。これ以上は登れなさそうだな。八神さん、下からも RK が来たみたい。このフロアで他のルートを探そう。ここからなら上に行けそうだね。よっ、よいしょっと。おお、やっぱ身軽だね。よっと。
Motivator shirt. I don't think there's any more SP gear. I think we have. Oh, this is a better version of that. What do we have right now? Training inner. Okay. Climb over, huh? Maybe we can climb down. Get down. I see dudes walking up behind us up there. You see them? And they got a purple over there. See the dookie? お疲れ、ヤガミさん。おう、お前らコミジュルのもんだな。は？コミジュル？僕らが？どうなってんだここは。全然人もいねえ。案内しろや。ヤガミさん、あいつら RK っぽいね。捕まっても面倒だな。どうする？やっちゃう？なあ。Okay, hold on, God damn it, where at? What's your name, Hoshi? I want more XP, let's make everybody mad. And then hold on, I got the whole system for leveling up down. Alright, perfect. See? Gotta try to get one knockout with each fighting stance for maximum SP, my brother. Get off me, bitch. How much we get for that? Gotta give me 2,000. ヤガミさん、この先が最上階みたいだね。こっちにも部屋があるよ。ちょっと調べてみてもいいかも。That means we're getting ready to fight a lot.Go ahead and take a drink. もういい加減桑名さんの気配くらいあったっていいもんだけど、この先はどうかな。準備はいい？いける？ヤガミさん。ああ、行こう。
いどうなってんだよ。どこにもいねえじゃねえか。はあ、北方どころか誰もいねえ。警察の情報だろ。ガセだったのかよ。おいどうするよ。まだ探すのか。もう無理だろ。どうする、八神さん。桑名さん見つからないみたいだけど。歩けが桑名を見つけてどうする気なのか確かめとこう。ただ捕まえるのが目的なのか、それともやっぱり殺す気なのか。それってあいつらに直接話を聞くってこと？相手はチンピラ4人だ。一人で二人ずつ楽勝だろ。まあね。よし行こう。いや、ちょっと話聞きたいんだけどいいかな。はあ、誰だてめえら。お前らがコミジュルか。ねえ、こいつら八神さんの顔も知らないみたいよ。これはこれで寂しいもんだな。おう、どうした。あれ、ちょっと八神さん、急に数増えたよ。一人で二人ずつじゃないじゃん。そいつ八神だ、カムロ町の探偵。探偵？いいから捕まえろ、北方の仲間だ。オッケー、捕まえりゃいいんだな。ボコボコにしてやんよ。うっせー、祭りだ俺。ああ、どうしたもんかね。どっからでも来な。準備。あれがガンやね。サイクル。はい。てか、こいつがガン。We got guns and knives. Okay, that is definitely a little bit different in here. Yeah, we gotta get this dude, get this gun out of here. Quit trying to shoot me. Perfect.Then we gonna go rush out this. Yeah. This gun, bro. Yo, that he actually killed me. Oh my god, bro. まだいるのか。どこからでも来な。準備運動に。Get your bitch ass out of here, man. Try this shit again, bro. I really got killed. He really shot me, bro. Who else got shot?Oh, you ain't got a gun. Oh my fucking goodness! Who's shooting? I was about to heal too, man. This shit bogus as fuck, bruh. Alright, time to disarm every pussy in the building. Got a gun. There was two people with guns that I saw. We took both of them out.
They got guns and shit. I ain't reverse none of them bitches. もう終わりか？他にはもっといなかったっけ？いや、もう十分でしょ。おい、お前ら桑名を探しに来たんだよな。あいつ見つけてどうする気だったんだ？ただ捕まえてこいって言われてた。どうするか知らねえ。殺す気だったんじゃないのか？知らねえって。捕まえろって命令したのは相馬か？阿久津さんだ。どうせそこに指示出してんのは相馬さんだろうけど。あ、ねえ八神さん、ちょっと。仮面つけてる人多すぎないかい、陣長。僕もそう思い始めてた。クワナならここにはいない。え？ガセネタだったんだよ。流したのはうちだ。あんたらはここの人、コミジル。便利屋は普段うちが雇う側だったんだがね、今回はクワナから頼まれた。ん？ガセネタ流すこと？彼は自分の目撃情報を流して、敵がどんな連中でどういう動きをするのか確かめてみたいと言っていた。すると驚きの結果が出たわけだ。警察の情報がカムロ町の半グレにダダ漏れになっている。非常によく連携してクワナを捕まえようとしてた。じゃあクワナは今の状況を近くで見てるのか？異人町にいるってこと自体はガセじゃないんだな。その先を話すには人払いを。え、俺、いや、ちょっと。ごめんね。クワナは異人町に戻ってきてる。あいつはこの町でこそ力を発揮する便利屋だ。今どこに？ハンピン・リューマンの鉄槽にかくまわれてる。あんたらなら奥まで入れてもらえるはずだ。もう話も通してある。クワナは俺らに会うと言ってんのか？ふん。ついてこい。警察にも見つからない抜け道がある。そこから町へ出たらいい。ふん。わかった。礼を言うよ。意外といい人たちなんだね。ただしもう二度とここには来るな。あんたらは招かれざる客だ。次に来たら命の保証はしない。勘違いだったみたい。八神さん、桑名さんのいる場所って？ハンピン・リューマンのとこまで行けば案内してもらえると思う。あそこには俺、テッソって兄弟分がいるんだ。は？とにかく行こう。またクワナの気が変わらないうちにな。
兄弟、歓迎するぜ。鉄装の兄貴って呼べばいいんだっけ。まあ座れよ。そっちのあんちゃんもお邪魔します。あんたのことはなんて呼んだらいいんだ。桑名か、それとも北方先生。北方は社会的に抹殺された名前だよ。偉人町じゃ愉快な便利屋桑名さんで通ってる。警察じゃ殺人犯の北方だ。沢先生を殺害して逃走中。少なくとも県警の刑事たちは上からそう吹き込まれてる。あんたの何がそうさせるんだろうな。落ち着けや八神、もっとリラックスしたらどうだ。あんたらは最初から桑名に雇われてたのか。なのに俺の前じゃ知らない者同士のふりを。だとしたら随分手の込んだもてなしだったな。言わなかったか、ハンピン・リューマンには匿名で仕事を依頼できる。鉄装は雇い主が俺だって知らずにいたんだよ。もう今は隠し事ないけどな。そういうわけだ。気悪くするなよ兄弟。本当に隠し事なし？全部話したのか。こちらはいじめ加害者を殺し回ってる元高校教師。それ以上の秘密がねえなら全部聞いたと思うが、どうだい。ずるいな。俺はそいつを突き止めるまでに随分苦労したんだけど。おかげでこっちもなりふり構ってらんねえんだよ。大事な教え子たちもお前に首根っこ押さえられてもう動きが取れない。それって黒川学園の卒業生たちだよね、マミヤさんとか。いいぞ杉浦君、その通りだ。どうだ、ここにいる全員もう腹を探り合う必要はないだろう。俺たちに秘密はないんだから。じゃあひとまず一服させてもらうよ。お前らさっきはコミジュルにいたんだろ。でそこでは RK の連中が俺を探し回ってた。警察に手引きされてた。ああ、はあ、お手上げだ。ますます分かんなくなったよ。俺を狙ってんのは誰だ。そいつは RK と警察の両方を動かせるってわけだろ。心当たりぐらいはあるんじゃないのか。便利屋風情の推理じゃ当てずっぽうにしかならんのだよ名探偵。お前の方こそ何か掴んでんじゃないのか。まだはっきりした確証はないけど、あんたを追ってる連中の正体は分かったかもしれない。それは。警察の公安、神奈川県警の刑事が言ってた。公安筋の情報によると沢先生殺害犯はあんただ。だから RK には触れてくれるなと言ってるらしい。公安？沢先生ん家周辺の防犯映像からは RK の姿が消されてた。それも公安の仕業だったかも。そうやってバックに公安がついてるなら RK が強気なのも腑に落ちる。いや待った、じゃあそもそも公安が桑名を追う理由は何だよ。公安は多分厚生労働省の事務次官楠本玲子の意思で動いてる。何？桑名、あんたは河合信也を教え子たちに拉致させたよな、5年前の神室町でだ。河合は楠本玲子の息子満君をいじめてた男で、あんたにとって裁くべき標的だった。ただ河合を始末する前、楠本玲子にもその復讐を持ちかけたよな。江原が言ってたよ、あんたはいじめ加害者に復讐する前そのことを家族に持ちかけるって。楠本玲子にもそうしたんじゃないのか。だとしたら何だ。彼女は今や厚生労働省の事務次官だ。しかも
人望を集めて前任者の腐敗を正している真っ最中の、それが復讐殺人を事前に了承してたとなったらどえらいスキャンダルになる。この先あんたが警察に捕まったりでもしたら、そのことが明るみに出るかもしれない。だから楠本玲子としてはそうなる前に俺の口を塞ぎたいってことか、公安を使って。ああ、ただし公安も大っぴらに人員は動かせないから、下請けとして RK にあんたを追わせた。それなら公安が RK をかばおうとする理由にもなる。なるほど。一応筋は通ってるか。おかしいかな。残念だけどそうなるとおかしな点が一つある。ん？なんだよ。確かに5年前俺は楠本さんに河合真也への復讐を持ちかけた。そしてお前の言う通り間宮君たちを使って河合を拉致させてもいる。それで？その時から楠本さんは俺が間宮君たちを動かしていることを知っているんだ。あの子たちの顔も素性も全部な。だからもしも楠本さんが俺の行方を追おうとすれば、まず間宮君たちを当たるはずなんだよ。だが実際には今も間宮君たちのもとに公安の手は伸びていない。つまり公安に指示を出しているのは楠本さんではないってことだ。なるほど、そうかもな。ねえ、ちょっと話それるけど、5年前に河合真也を殺した時楠本さんってどうしてたの？その場にいたよ、俺と一緒に。彼女はその日から滅多に取らない有給を連続で3日取ったんだ。え？河合真也を実際にその手で殺したのは楠本さんだ。彼女自身の手で河合の胸にナイフを突き刺していった。ゆっくり時間をかけて、なるべく苦しんで死ぬように、江原明宏と同じように。彼女も自分の手で息子の復讐を果たした。立派にな。彼女が自分の手で河合のこと。浴びた血の匂いが取れないんだと言ってた。なんてこったい。そのことを知っているのは俺だけだ。間宮君たちも知らない。5年前のあの日、俺は間宮君たちに河合を拉致させた後はすぐに彼らを帰らせた。楠本さんが河合を殺した時一緒にいたのは俺だけだ。なんかもう異次元の話だよ。だがそれでも楠本さんは俺を裏切っちゃいない。そもそもな、事務次官ってのは公安を顎で使えるほど偉かねえと思うよ。だったら公安は誰の指図で動いてる？お前の仮説はいい線いっていると思う。 RK が公安の下請けってのは確かにそうなんだろう。これまでの状況とも辻褄が合う。連中が俺をしつこく追ってくる理由は俺が楠本さんにとっての弱みになると気づいてるからだ。どっちにしても黒幕はあんたを捕まえることで得をする立場の人間だ。それが楠本玲子じゃないとすれば、彼女の敵か。敵？ああ、例えば厚労省の中の敵、それか政治的に彼女を目障りに思ってる敵。そういう奴らにとって楠本玲子の弱みは何よりも価値があるよな。それを使って彼女を引きずり下ろそうと考える。いや、脅して好きに操るんでもいい。もしかしたら公安が動く理由はそこじゃないか。引きずり下ろすだけなら正々堂々と警察に捜査させるだけでよかったんだから。なるほどな。今の楠本さんは厚労省って組織にしがらみがない。おまけに世論の後押し、若手からの人望もある権力者だ。その分敵も多いのかもな。なんかの記事で読んだけど大臣も彼女に手を焼いてるみたい。
アホの大臣が威張って変な指示出しても遠慮なく反論する楠本さんに言いまかされて逆に言いなりになってるんだって。じゃあ大臣が楠本玲子の弱みを握ろうとしてんのか。大臣は例えばの話だよ。力を持ってる楠本さんには敵も多いってこと。話ちゃんと聞いてた？おい、口の聞き方。黒幕はもしかしたらずっと楠本さんの弱みを探してたのかもな。で、いじめ加害者に復讐をしたらしいって江原の事件があった時にふと気づいた。楠本玲子も江原と同じ立場だ。一人息子をいじめで傷つけられている。するとその加害者河合もどうやら5年前から失踪していたと分かった。しかもいじめ加害者が殺されたって事件はそれだけじゃない。あんたは全国各地でいじめ加害者を粛清してたんだろ。河合を入れて7人。マジかよ。それを知った黒幕はやがて確信を持つ。楠本玲子も復讐を果たした被害者たちの一人だったと。ああ、そして江原の事件と楠本玲子の事件には共通する関係者がいるとわかる。それが沢先生だ。俺もそこで二つの事件に関連があると気づいた。 RK はだから彼女のところに現れたんだよ。そしてあんたの名前を聞き出した。沢先生はあんたが三越場殺しに関わってるかもしれないと疑ってたんだろ。あんたはきっと良かれと思っていじめ加害者を何人も殺し回ってた。被害者の無念を晴らすため、そして正義のためってところか。でもそれが沢先生を巻き込んだ。そんなつもりはさらさらなかった。いや、ただの結果論だなんて言わせねえ。遅かれ早かれあんたは自分が破滅すると分かってた。マミやユイや他の教え子たちも道連れにだ。そしてその時周りで何が起きてようがケツを拭く気は最初からない。もう捨て身だからだ。いじめをするようなクズを何人も地獄に引きずり込めればあとは何も知らねえってわけだ。沢先生の死に顔をあんたは見てないな。怖い思いをしてたのがよくわかる顔だった。あんたや江原、楠本玲子、人を殺して罪を逃れた奴らのツケをなんで彼女が払わなきゃならねえんだ。あんた、あの世で彼女に合わせる顔があんのか。ないな。永遠に頭を下げ続けるしかない。ならどうしたらいい。警察に自首でもしろってか。出ないと彼女がなんで死ななきゃならなかったのか誰にも分からずじまいになる。何も悪くなかった彼女の死を誰もが腫れ物扱いする。今の警察みたいに。できない相談だ。この状況で俺が大っぴらに自首すれば公安に消されるのが関の山だろう。それに楠本玲子の立場が危うくなる。俺は彼女を売る気はない。彼女がやった復讐は完全に正当だし許されなきゃならない。なんだと。彼女は自分の一人息子を恥ずかしめて自殺に追い込んだクズを始末した。法が甘いと泣き寝入りせずに裁くべきを自分の手で裁いただけだ。彼女を罰する資格なんて誰にもない。そんなことは絶対に俺が許さない。おい、そこの茶髪、もう話し合いだけじゃ終わんねえみたいだ。だね。俺のことも殺すのか。自分の正義を邪魔するもんはもう誰だろうが殺すしかないんだよな。俺は殺しをしてきたんじゃない。
罰してきたんだ。何も分かっちゃいねえ奴が口を挟むな。 God damn! And the plot thickens! Oi! Alright, this guy has a whole lot of health. So let's make sure we prepare and drunk.That's the most stuff I've seen on here. Light blue's crazy. Jesus, Christmas in heaven. There's a hope for that shit.I know it's crazy I didn't get the health upgrade. I mean, I got a couple of them. Anything in the shortcuts? No, we do not. Let's put... Put something in this... Bento in there. Every time he does that, I thought I had him, but he throws me down. Oh my gosh.Nice. I never seen that. Hip smack that bitch.何分経ったっけ？結構経つな。止める？いや、気の済むまでやらせとけ。これもそれなりのコミュニケーションじゃねえのか？やろう。なるほど。さすがにね。もう十分じゃねえのか。ああ、とりあえず終了です。何言ってんだ。止めんじゃねえ。
いい加減にしなよ。こないだ覚えた必殺技まだ食らわしてねえんだけどな。俺もこっから切り札出してぶっ倒すとこだったのによ。しっちゃかめっちゃかしてくれやがって。食えよ、二人とも。料理冷めちまうだろうが。これ作ってくれてんのはうちの上の人なんだよ。残したらまずいんだって。大丈夫、おいしいおいしい。うん、うまい。やっぱうまいな。マジうまい。楠本玲子は公安に狙われてる側の人間だったってことか。ああ、その公安の指図で警察の一部も RK も俺を捕まえて楠本さんの弱みを握ろうとしてる可能性はある。ただしそれは本当に公安が動いてるとしたらだ。その情報を持ってきたのはお前だろ。刑事がそう言ってたって。警察の捜査にどっからか圧力がかかってんのは間違いない。 RK が野放しなのにあんただけ手配されんのはどう考えても不自然だからな。ただその相手が公安ってのは刑事一人の口から聞いただけだ。公安つったら日本最強の情報機関だぜ。そんなのに追われたんじゃ逃げ切れやしない。俺もそう思うね。そうだ、よし、やっと話がそこにたどり着いたか。あ、ん、今あんたら二人がいがみ合ってて得すんの誰だ？え？公安だよ。あんたらが足を引っ張り合ってるうちに奴らはいつの間にかすぐ近くまで忍び寄ってくる。で、気づいた時には見つかって奴らの手に落ちてジエンドだ。そいつは敵の思うツボだろ。だがもしあんたらが手を組んだらどうだ？お互いに見えないところをカバーし合ってRK よりそして公安よりも先に動き、その奥にいる黒幕を暴くことができるかもしれねえ。なるほどね。敵同士が手を組むにはもっと大きい敵がいればいいわけか。わかった、俺をいいぜ。組むのは今だけだ。公安の方が片付いたらあんたのやってきたことも見過ごす気はねえからな。 OK、じゃ何から始める？もうこの勢いで公安に乗り込んじゃうとか？いや、まずは本当に敵が公安か見極めるところからだろう。ああ、腹をくくった行動はその後だ。向こうはまだ俺らが一緒に動いてることを知らない。そこに何か奴らを出し抜く手があるかもな。いいコンビじゃねえか。本当に公安が楠本さんの弱みを握ろうとしてるなら彼女のすぐそばで聞き耳を立てているはずだ。盗聴監視は奴らのお家芸だからな。そうだ、まずそれを確かめてみるか。どうやって？彼女に直接電話してだ。今ここでか。ああ、そしたら敵は逆探知でこっちの場所を突き止めてくるかもしれん。だが日本でそんなことできるとしたら公安くらいのもんだ。敵が誰かそこではっきりさせられる。そうだな。そうだな。っておい、じゃあお前が楠本玲子に電話かけた途端敵がどっと踏み込んでくんのか。絶対ここでやんじゃねえぞ。いや、その手は使えるよ。は？おい兄弟、急に何言い出すんだ俺。八神さん、勝手に兄弟なんて作っちゃってよかったの？カイトさん気悪くしない？うん。おい、なんだこれ、すげえうまいな。おだろ。うまいか。あ、それはいい。
やっぱお前違いが分かる男だな兄弟、うん、桑名、あんたが最後に楠本玲子と話したのはいつだ。5年前河合を殺した晩が最後だ。お互いにそれから連絡しないようにしてる。番号は知ってるんだな。昔と変わってなければ。俺にも教えてくれ。ちょっと考えがある。あ、相手が本当に公安なのか罠を張って確かめるんだ。あんたからの電話が逆探知されて誰かが襲いに来るようなら、やっぱり相手は公安で決まりだよ。だからこっちの位置情報はごまかしながら楠本玲子に電話する。どうやって？俺が足のつかないスマホを2台持ってあんたの声だけを中継するんだ。もちろんあんたのいない場所で、なるべく人気のないところがいい。送り込まれてくる連中を覗き見できたらひとまず任務完了。どういうこと？俺は分かった。まあそのうち杉浦君にも分かる。まずは敵を知るところからだ。足のつかないスマホはすぐつくもに用意してもらう。じゃあ一時休戦でいいか？あんたがここにいる間だけな。俺も兄弟の顔立てなきゃなんないし。やっぱ張さんの料理はまずい取引もうまくしてくれる。乾杯。八神さん、つくもくんがもう電話用意してくれたって。足のつかない飛ばしのスマホ2台だよな。ちゃんとそう伝えたよ。さすが99か、仕事が早い。おお、お二人ともご苦労様です。お待ちしておりましたぞ。飛ばしのスマホは準備してくれてる？もちろん用意してありますとも。僕を誰だと思っているのです？僕まだちょっとやろうとしていることが飲み込めてないんだけど、八神さんはこれでどうするつもりなの？ああ、まずこっちの1台のスマホで桑名に電話をかける。もう1台は楠本玲子にかけるんだ。で、その2つをこうすれば、直接電話はつながってないけど音声は中継されてるから話すことができる。ああ、なるほど。それで？もし公安が楠本玲子の電話相手が桑名だとして、このスマホの位置を逆探知してきたとしても、あいつはここにはいない。こっちは危険を冒さずに送り込まれてくる奴らの顔を拝める。うん、なんとなくわかったかな。もちろん今この場所でやるわけじゃありませんよね。桑名さんを捕まえに来る連中がここへ来てしまいます。ああ、どこか人気のないところでやるよ。公安の手先が送り込まれてきても誰も困らない場所がいいんだけどな。それでいてちゃんと相手の姿を確認できるところ。うん、それなら少し行ったところに建設中のビルがありますよ。もうこんな夜遅くに人はいませんから誰も巻き込んだりしません。場所は？清涼高校に行く手前です。川沿いにクレーンもあるのですぐにわかるかと。よし、二人はここにいてくれ。行くのは俺一人で十分だ。いいの？大丈夫？では僕はドローンを飛ばして微力ながら八神氏を支援いたしましょう。桑名さんを捕まえに来る連中が来たらその顔をバッチリ捉えます。ふん、頼んだ。こちらつくもです、八神氏。そちらの姿を確認しました。ああ、俺もこっから近づいてくる奴らを確認できそうだ。今から飛ばしの一つで桑名に電話をかける。了解です。
桑名だ。準備いいか。これから楠本玲子に電話をかける。繋がったらあとはお好きに。あの人と話すのは5年ぶりだ。ああ、歓迎はされないだろうな。分かってる。やってくれ。はい、もしもし。北方です。黒川学園の。え？驚かせて申し訳ありません。でもどうしてもお話をさせていただきたい状況なので。それとこの電話は誰かに聞かれているものと思ってください。そうですか、わかりました。13年ぶりになりますか、楠本さん。そうですね。北方先生、ご活躍はいろんな記事で、事務次官におなりとはたまたまそういう巡り合わせだっただけです。そんなことはありません。楠本さんは世に出るべくして出た方です。私はあなたほど真面目でまっすぐで強い人に会ったことはありません。あの、ミツル君はまだ眠ったままです。ずっと変わりなく。そうですか。なんて言ったらいいか。何のご用ですか。もしかしたらニュースでご存知かもしれませんが、私は今警察に追われています。沢陽子さんを殺害したという容疑で。ええ、もちろん私がやったんじゃありません。沢君のことは覚えてらっしゃいますか。あのクラスで一番最後までミツルのお見舞いに来てくれてました。それももう10年くらい前ですね。教師になった時は報告の手紙をくれました。でも私は返事を出さなかったので、それっきり。そうでしたか。それでご用は。私に何か頼み事でもあるんですか。そういうことでしたら困ります。いえ、ただ近いうちに私のことで誰かがそちらにお邪魔することがあるかもしれません。それをお知らせしたかったんです。ですが楠本さんには決してご迷惑をかけないとお約束します。すべて私の方で何とかします。あなたのことで今さら私に何か迷惑がかかりますか。そうですね、大丈夫かと思います。そろそろ目的地だ。ヘッドライト消せ。車が2台来る。当たりみたいだな。楠本玲子の電話は盗聴されてる。で、その相手を逆探知までできる組織となると、やっぱり桑名を追ってんのは公安だ。車で向かってきてるのが公安ですか。いや、それだといくらなんでも着くのが早すぎる。多分公安が手駒にしてる所轄警官か RK ってとこだな。最後に声が聞けてよかったです。私から連絡を差し上げることは二度とありません。わかりました。では。小さすぎるって。あ、くそ。俺らあのドローンを追わされてたのか。く
桑名ってやつはどこにいんだよ。知らねえって。こんな急に連絡されて急いで捕まえろって言われてもよ、できるわけねえ。特殊部隊じゃねえんだぞ。まあな。でも初めて銃撃てたろ。試し撃ちはやったことあんだ。朝チビどもがうるせえ公園でさ足元に一発で全員黙らせてやったぜ。もういいよ、引き上げだ。6人のチンピラに銃は一丁か。なんだてめえは。お前らぐらいだったら桑名だけでも返り討ちにできたかもな。まあそっちもとにかく急いで駆けつけてきたみたいだしね。うわ、何すんだこの野郎。誰の指示でここに来た。せっかくだから全部話してけよ。みんな RK の下っ端かな。桑名を知ってるみてえだなこれなら手ぶらで帰らずに済みそうじゃねえか。よっしゃ、絶対逃がすなよお前ら。ぶちかませ。行くよ。ボアピラ起き。準備運動に。やばい。はい。Damn, buddy. I didn't realize I came in here without no meter. All right, get some meter. Yeah, get a little meter in your life. See ya. I told y'all this chapter was long as shit. He's finished. That's the boss. Little mini boss. Where are you from? Amazing. Why can't I grab this guy?誰の命令でここに来た。それは RK の上から。相馬のことか。そんな上じゃねえよ。何人もいるマネージャーの一人だ。そいつは桑名を見つけたらどうしろって。捕まえとけって言われただけだよ。ただ絶対に殺すなとは言われた。殺すわけねえだろうに。はいくらもらえるかも聞いてねえのに、はあ、結局また何も知らねえ末端かお前らさ、自分たちが公安の駒に使われてるって聞いたら
驚く。は？公安って。周りのお仲間にも言っときな。 RK なんてさっさと抜けた方が身のためだよ。お前ら程度じゃ何も知らされず使い捨てにされる。そしていつか取り返しのつかない泥沼にはまるだけだ。はい。失礼します。楠本玲子さんでいらっしゃいますね。あの、こんな時間に何です？だいたいどうやってここに？部外者が来ていいところじゃありませんよ。まあまあ、私は警察庁警備局公安課で調整官を仰せつかっております、坂東と申します。公安の？でも調整官なんて聞いたことありませんが。表向きの肩書きも別にありますよ。ただ私がここに来たことはあまり大っぴらにしたくないものですから、お互いのために。誰も来ません。根回しは済んでます。何なんです？楠本さんに急ぎお伺いしたいことがあります。ある男が失踪した件について。え？5年前に神室町から姿を消したんですがね、ご存知のはずですよ。満君の元同級生で河合信也です。この男の消息をあなたならご存知じゃないかと思いましてね。